平野紫仕様、飛べ合流の背後に個人事務所、S、設立と家族の愛、世界進出に向けた明るい未来が広がる。ジャニーズ事務所からの脱退と戸部合流が話題の平野仕様さん。しかし、その舞台裏には驚きの展開がありました。なんと、彼は個人事務所を立ち上げ、名古屋に拠点を構えていたのです。 さらに、家族との絆も深く、新たな一歩を踏み出す彼の未来が明るいことが伺えます。詳細をご紹介します。5月22日、平野志陽さんは、キングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場しました。そして、7月7日には、滝沢秀明氏が設立したエンターテインメント会社、とべ、への合流が発表され、ファンたちは大いに興奮しました。 しかし、この合流については一部で疑念も投げかけられていました。平野さんと戸部については、これまでずっと合流と報じられ続けていましたが、やはりエージェント契約だったようです。7月7日、平野さんが個人事務所施設を立ち上げていたことが明らかになりました。と、ワイドショー関係者が明かします。S は平野市洋さんが代表取締役を務める個人事務所で、 その同規模には、アーティスト、音楽家を飛びタレントの要請、マネージメント及びプロモーションなど、タレント活動に関する事項が記載されています。これにより、平野さんは今後、個人としての芸能活動を積極的に展開していくことが期待されます。同じく7月7日、戸部川も関連会社、株式会社戸部リブジャパンを設立しました。 この会社は、ライブコンサート、演劇その他のイベント企画、制作、運営、実施、管理及びコンサルティング、コンサート、イベント、映画、演劇などのチケット、入場券などの販売などを主要な業務とし、コンサート運営をメインで担うことが伺えます。このシンクロぶりから見て、平野さんもトベサイドも、 今後のアーティストとしての活動に向けて準備を着実に進めていることがわかります。拠点は名古屋個人事務所 S の住所と取締役の欄からは平野志洋さんの今後の活動拠点や家族とのつながりが伺えます。まず会社の本店住所が平野さんの故郷の愛知県名古屋市であることが注目されます。名古屋は国内外の収容都市へのアクセスが良く、 平野さんが海外進出を目指すには理想的な場所です。実際、平野さんの実家には彼の会社 S だけでなく、金プリを退場しとべに合流した神宮寺ゆうたさんの会社、そして弟の陸さんのアパレル会社の表札も掲げられています。これらの事実から、家族との絆が非常に強いことが伺えます。 平野家は陸さんの誕生後に離婚し、平野さんが金プリとしてデビューした頃に再婚しています。母親が脳腫瘍を患い、平野さんは手術費用を捻出するなど家族を支えたエピソードもあり、家族への深い愛情が知られています。また、平野さんの祖母は彼が上京する際に東京で共に生活しましたが、後に名古屋に戻ったことも明らかになっています。 平野さんはデビュー当初から独り立ちし、家族を支える姿勢を見せています。平野志洋さんは個人事務所 S を設立し、名古屋を拠点に家族との絆を大切にしながら、戸辺との協力を通じて世界進出を目指しています。その強い家族愛と情熱が彼の今後の成功を支えるでしょう。 七夕に個人事務所を設立した平野市を、その羽ばたく未来が楽しみです。